TBS さんもに関口坊は岸田首相に問いたいとでっかく出たね。国会とかを通さずに議論を経ずにこう閣議決定で決定しまったっていう、その意思決定のプロセスがこうちょっと最近むちゃくちゃになってしまってるんじゃないかな。JNN や各報道機関が実施した国葬に関する世論調査では反対が賛成を上回っていて、今後も都内では複数のデモが予定され、脅かすことになる。ものすごいお金を使って、それよりも今もういろんな困ってる人やら企業なんかでもいっぱいあると思うので、そういう方にお金を使ってほしい。 JNN が先週末に実施した国葬に関する世論調査では反対が 51% と賛成の 38% を上回っていて、今後も都内では複数のデモが予定されています。TBS 系サンデーモーニングは11日、衆参両院で8日に行った安倍元首相の国葬に関する国会閉会中審査について話題にした。岸田首相が安倍元首相を追悼するとともに、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示すと述べ、実施の正当性を強調した。安倍氏は外交分野などで様々な実績を残したとして国葬を行うことが適切だと判断したと説明したことを引用した。関口博司会は、国葬に対して反対意見がどんどん増えてきているとし、それでも岸田さんとしては、これを貫こうとしていることはなぜか。と僕は聞いてみたいと言い出した。進行役として国葬反対に傾く TBS の意向を代弁したのだろうが、知見を持ったコメンテーターでもないのに何を偉そうに、とも感じない視聴者相手だから気の緩んだ発言になってしまうのだろう。79歳にもなってまだ尊大ぶりたいか。TBS さんもにとしては、国葬に反対意見が多いのは世論調査を指していよう。バカな判断だ。民間各社の世論調査を民意と世論の流れを作り、政治家に圧力をかけ政策変更を迫る。では 55% の選挙に基づいた議員による閣議決定をどう捉える。世論調査と少数デモにすがる、選挙に行かず文句ばかり言っている人たちとマスコミには都合がいいからか。TBS 社長は代々入社式で不届きな発言で社員を煽っている。引用すると、君たちは報道によって世の中を動かす側の人間、対して一般国民は我々の情報によって動かされる人間だ。日本は選ばれた人間である我々によって白にも黒にもなる。関口代弁の根っこはこの尊大な興ざめ暴言にあると思う。真っ当なメディアなら、国葬賛成派、反対派、賛否両論あるが、冷静に見守ろう。旧統一教会の問題がある。日本国民は今こそ挙国一致で難局を打開することだと、お粗末すぎる。お聞きいただき感謝申し上げます。